10戦&46打席ぶりの14号。6月は月間打率336と好相性ドジャース13メッツ、日時間30日ニューヨークドジャース。大谷翔平投手は29日、日時間30日、敵地メッツ戦で今季最長の10試合46打席ぶりとなる14号にランを放った。メジャー移籍後から昨季まで6年間で打率248と苦しんだ5月、直近2週間の不調を払拭するアーチをかけた。大谷にとって5月は鬼門とされてきた。満票 MVP を獲得した2021年、2023年はそれぞれ打率245、7塁打、打率243、8塁打と低迷。通算でも打率248、27塁打、出塁率343、長打率489、オプス831と物足りない。今年も16日、同17日の4どころ地、レッツ戦で左太もも裏に牽制球を受けて、以降、打撃に精彩を欠き、46打数8安打で打率186、一塁打、オプス565だった。それでも5月は10日、終了時点で打率480、4塁打、オプス 1.567 と、手のつけられない状態でスタートしたこともあり、29日、同30日終了時点で、5月は残り1試合を残して打率322、90打数29安打、7塁打。31日、同6月1日の4どころ地、ロッキーズ戦で5打数無安打でも、打率3割をキープできる計算となる。待ち構えているのは大好きな6月。通算では月別で、自己最多の43塁打を放っており、打率336、オプス 1.194 と好調。昨季も、月間打率394、15塁打、29打点と大暴れを見せていた。自身は昨季良い月が被っているというのはたまたまだと思いますけどとしつつ、打撃の悪い部分の改善は元的にシーズンが進んだ方が慣れも含めて良くなると分析していた。29日の第2打席には打球初速 114.1 マイル、約 183.6 キロと、らしい痛烈打も、不調が続いても一つの塁打をきっかけに一気に量産するのが大谷でもある。10戦46打席ぶりの14号は、6月男の到来を予感させるような一発だった。河村小太、小代河村、